田辺大根は、大根の一種。摂津国東成郡田辺地区の特産で、何話の伝統野菜。一時は姿を消したが、伝統野菜として、再評価され復活する。5世紀から6世紀にかけて、上町大地の東側は塩分を含む内海湖だったが、その後の海岸線の交代により、淡水湖となり、山和川や淀川が運ぶ土砂の堆積により、 野菜工作に適した砂出土壌が形成された。特に、江戸時代中期には、大和川の付け替え工事により、河内平野が広大な干拓農地となり、野菜や木綿が生産された。また、大阪は、米の集産地として繁栄した関係で、食文化も高度化し、いわゆる食通が増加して内外から手術の食材が持ち込まれ、独特の味を有する。 農産物が産出されるに至った。田辺大根は、江戸時代に栽培が始まり、天保7年の新海政節国名所旧石再建大絵図にも、田辺の大根について記述がある。白上がり系大根とネズミ大根が交雑して、田辺地区に土着したのがルーツとされる。明治時代の田辺大根は、タンコンで縦横がほぼ同じ長さであったのが、 次第に縦長な形に改良された。縦長な田辺大根を特に横門大根と呼ぶことがある。この横門とは東住吉久山坂の宝楽寺の門であるという説がある。昆布は白色の円筒型で末端が少し膨大し丸みを帯び長さ2 0トル、太さ9トルほど。一般の大根に比べ糖度が高く。 粘りがあるのが特徴。加熱すると甘みが増すため、主に社食用で甘漬けにも適している。葉には毛だけがなく、小松菜のような外見を呈する。葉種時期は9月ができ。1ルあたり700から800株の栽培で、収量は300から4 0 0ラム。収穫は11月から翌年に1月。明治から大正、昭和にかけて、食生活が洋風化し、 味よりも生産性や外形を重視する消費者志向の変化から伝統野菜は新しい品種に駆逐されていく。田辺大根の場合は宅地化の進行と1950年頃に発生したウイルス病により市場から一時姿を消した。1987年大阪不利食と緑の総合技術センターのもと研究者で農学博士の森下正宏が 大阪市の農産物品評会で、田辺大根の種子を発見する。種子を譲り受け、栽培していたところ、1999年、原産地の田辺で復活栽培できないかと考えた市民グループが、田辺大根増やした老会を結成した。同会メンバーの谷福栄は、田辺大根は、地域の人々を結ぶ材料になっていると強調する。2005年、 大阪府の制度として、何わの伝統野菜の認証が始まる。田辺大根も同制度の認証を受けている。現在、原産地である大阪市のほか、河南町、貝塚市、堺市など府内各地で生産されている。2018年12月29日、満天は青空レストランで放送される。2003年12月20日、 田辺大根の日の石碑が崩楽寺境内に設置される。崩楽寺では毎月28日に不動園日を行っているが、特に年末の12月28日に行われるものは姉妹不動として多くの参拝客を集めている。田辺大根が復活して以降、この姉妹不動において田辺大根の大根滝を参拝客に振る舞っている。ありがとうございます。